ハーダーはアメリカ海軍の潜水艦、ガトウ級潜水艦の一艦。艦名はアフリカンス語でボラを刺し、全世界に分布するタイプ種のボラから南アフリカ固有種までボラ科の魚の総称にちなむ。なお、戦没から8年後にタング級潜水艦6番艦として2代目ハーダーが収益している。ハーダーは第二次世界大戦における最も有名な 潜水艦の一隻であり、後に主君部大賞を受賞した。ハーダーの艦長であるサミュエル・ディ・デ少レ佐は、潜水艦乗りの中の潜水艦乗り A サブムリナー、S サブムリナー、として、名誉勲章及び海軍十字章を受賞した。ボラ・ハーダーは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボートで1941年12月1日に、寄港、 1942年8月19日にヘレン・ M シャフォースによって浸水し、12月2日に D ・レイ・少佐の指揮下収益した。東海岸水域で訓練を実施した後、新珠湾に開港され、1943年5月に到着後はここでも短期の訓練に従事した。1943年6月7日、ハーダーは最初の紹介で日本近海に向かった。 6月21日深夜から翌22日未明にかけて、ハーダーは、北緯34度30分統計137度32分、北緯34.500度統計137.533度、34.500137.533の大用先を基準に帰りの地点で、潜水母艦駒橋が護衛する第7621バイト船団を発見する。 レーダー仕様による水上攻撃により、魚雷を4本発射し、魚雷は海軍徴用タンカー第3強栄丸に命中して、火災を発生させたが辛くも沈没は免れた。駒橋は爆雷を投下したが、ハーダーは350フィートの深度に逃れて難なく、爆雷攻撃を切り抜けた。日付が6月22日から6月23日に変わる頃、 14ノットで航行する第42号区船艇を発見し、第42号区船艇もまた、ハーダーを発見して、砲線を開始したが、降転のためすぐに打ち切られ、ハーダーは第42号区船艇を振り切ることに成功した。6月23日未明、ハーダーは北緯33度45分、統計138度10分。 北緯33.750度統計138.167度、33.750138.167の三駒と東沖で輸送船団を発見し、大きい目標である特設運送艦サガラマルに対して魚雷を4本発射、魚雷は1本しか命中しなかったもののサガラマルは航行不能となった。サガラマルは護衛の駆逐艦佐風の手助けで、 天竜川、河口掛月下東大付近に座礁した。6月24日朝には、北緯34度00分統計136度40分、北緯34.000度統計136.667度、34.000136.667の三木先87度20回に地点で、第8623戦乱を発見し、魚雷を計7本発射して3つの命中と、 判断された。魚雷は輸送船傷川丸に向かったが、回避された。6月25日午後にも、北緯33度25分統計135度44分、北緯3 3 2 4日7度統計135.733度、3 3 2 4日7 1 3 5 7 3 3の潮の岬崎製法で3隻の輸送船団を発見し、魚雷を計7本発射。 二つの爆発を確認したが、実際には輸送船なぜ丸は、来撃を回避した。6月29日午前、ハーダーは、北緯34度34分統計137度52分、北緯34.567度統計137.867度、34.567、137.867の地点で座礁した、相柄丸を発見し、残った二本の魚雷を発射しようとしたが、 特に利益にもならないとみて発射しなかった。この後、サガラ丸は7月4日にポンパーのらのさらなる雷撃を受け、後日船体が折れて全損となった。同じ日の午後には、北緯34度34分統計137度52分、北緯34.567度統計137.867度、34.567、137.867の地点で、 第8628バイト船団を発見し、最後に残った魚雷を2本発射。魚雷は輸送船とタンカーに1本ずつ命中したものと判定されたが、回避されたばかりか、嫌いの爆発と勘違いされた。7月7日にミッドウェイ島に寄港。7月10日、ハーダーは33日間の行動を終えて、真珠湾に帰港した。8月24日、 ハーダーは2回目の紹介で日本近海に向かった。9月9日未明、ハーダーはレーダーにより横浜から函館に向かっていた輸送船団を発見。明け方に北緯35度23分統計140度38分、北緯35.383度統計140.633度、140. 35.383、140.633? 35. の犬坊崎島南東11キロの地点で魚雷を3本発射し、うち1本が輸送船紅葉丸に命中した。魚雷は不発だったが命中の衝撃で船体に亀裂が走っており、開い後半に程って沈没していった。不発だったゆえか、ハーダーの攻撃記録は当初は与えた、損害なしと記された。攻撃直後に護衛の 第3号総海艇がハーダーから約1100メートル離れて通過したが、ハーダーに気づいた様子はなかった。翌9月10日夜にも、三倉島沖で、レーダーで目標探知し、9月11日未明に、至って北緯33度50分統計139度33分、北緯33.833 33度統計139.550度。 33.83339.550の地点で、輸送船団の斜め前方に進出して、魚雷を3本発射。魚雷は特設運送船用航丸に命中して、撃沈した。9月12日にも、色崎近海で2隻の輸送船を発見して、攻撃に移ろうとしたが、直前に航空機に制圧された。翌9月13日には、 北緯34度40分統計138度45分、北緯34.667度統計138.750度、34.667138.750の地点で、護衛艦を配した2隻の輸送船を発見し、魚雷を2本発射したが命中せず、再び航空機が現れたので身を隠した。制圧は中休みを挟んで9月15日まで及び、 ハーダーの電池は浮上と先行を繰り返したことによって充電が十分にできなかったため、もう少しで電力が失われるところだった。その9月15日、ハーダーは北緯34度05分統計139度15分、北緯34.083度統計139.250度、 34.08339.250の地点で単独航行中の総海底を発見し、真後ろから魚雷を2本発射したが命中しなかった。9月19日、ハーダーは北緯33度26分統計135度39分、北緯33.433 33度統計135.650度、 33.43335.650の潮の岬260度6.5回りの地点で、細橋が護衛する輸送船団を発見し、魚雷を3本ずつ、計6本発射して輸送船勝山丸に2本、命中させて撃沈した。折しも悪天候だったため、ハーダーは、その悪天候の中に逃げ込んだ。9月23日にも、 北緯34度20分統計137度05分、北緯34.333度統計137.083度、34.333、137.083の大王先置きで、輸送船団を探知して正面よりの位置から魚雷を3本ずつ、計6本発射し、タンカー大見は丸と輸送船口は丸に2本ずつ、命中させ両船とも撃沈した。 9月28日朝、ハーダーは、北緯33度40分統計136度05分、北緯33.667度統計136.083度、33.667、136.083の地点で5隻の輸送船団を発見して、最後に残った魚雷を2本発射したが命中しなかった。魚雷を使い切ったハーダーは、進路を東に向けた。 9月30日午後、ハーダーは、推定1北緯34度10分統計150度49分、北緯34.167度統計150.817度、34.167150.817 34. の地点で漁船のようなものを発見した。一方、統計150度線での紹介に認じていた第二監視停隊所属の大未末星丸と、第二。 朝日丸もほぼ同じ頃に、ハーダーを発見していた。ハーダーはそのまま東に去ろうとしたが、大未末星丸が接近してきたので無視できなくなり16時21分、2隻に、対して発砲。大未末星丸と、第二、朝日丸も、同時刻に打ち返してきた。ハーダーは、最初のうちは太陽を背に、有利な体勢であったが、日が暮れるに従って大未末星丸と、第二、 朝日丸が次々と発煙筒を投げ込み視界が悪くなった。ハーダーは命中弾こそ与えたが攻撃は不徹底に終わり東方に脱出した。10月8日、ハーダーは46日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。10月30日、ハーダーは3回目の紹介でスヌークパーゴとウルフパックを構成しマリアナ諸島方面に向かった。11月12日午後、 ハーダーは、北緯21度03分統計144度40分、北緯21.050度統計144.667度、21.050144.667の浦カス島近海で輸送船と、武装、トローラーを発見。魚雷を3本発射して2つの命中を確認し、観測してみると特設総海底第11。 ミサゴマルがまさに沈もうとしている場面に遭遇した。護衛艦を始末したことで、ハーダーは、浮上砲線に移り、3インチ砲と20ミリ機銃の射撃を行い、輸送船も始末したと判定された。11月19日未明には、北緯22度28分統計147度22分、北緯22.467度統計147.367度、 二二十点四六七百四十七点三六七のサイパン島沖で四隻の輸送船に、駆逐艦湯月と、解剖艦福江が護衛する第四千百十一船団を発見し、二隻の目標に対して、魚雷を六本、さらに艦尾発射艦から三本の、K9 本を発射して五つの爆発を確認する。魚雷は二隻の輸送船、ウドマルと、ホッコマルに命中し、ウドマルは沈没して、 第15億戦艇を栄光中だった、北高丸は大破する。北高丸は、夕月と輸送船飛行丸に栄光されたが、うまく行かず、いつしか夕月は日荒金丸を見失ってしまった。ハーダーは、暗夜の中をレーダーを頼みに2つの目標に対して、魚雷を4本発射し、日付が11月20日に変わって間もなく、魚雷をもう3本発射し、2本が命中したことを確認する。 一隻は、間もなく沈没していったが、もう一隻は健在だろうと思われさらに魚雷を一本、発射したが命中せず、相手が微砲で反撃してくる中を重ねて、魚雷を三本発射したが、結果はよくわからなかった。しかし、目標をすべて一掃したと報告して、攻撃を得ることとした。北高丸と日荒金丸の最後は、はっきりしないが、一連の攻撃によって沈没した、明け方近く、 ハーダーのレーダースクリーンに3隻の駆逐艦の応募式目標が探知され、最後に残った魚雷を発射して後、振動を真珠湾に向けた。11月30日、ハーダーは31日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。その後、メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。折から、HOR エンジン搭載艦は1隻残らず、 残時エンジンを乾燥するようにという合衆国艦隊司令長官権海軍作戦部長アーネスト・キング大将の命令が出ており、花肌旧式でトラブルが多く信頼性に欠けていた HOR エンジンを本来搭載される GM 社製 278A16 気筒エンジンに乾燥した。1944年2月27日オーバーホールを終えたハーダーは真珠湾に戻ってきた。 駆逐艦雷3月16日、ハーダーは4回目の紹介で、シーホースと共に、カロリン諸島へ向かった、ジョンストン島で補給の後、ウォレア遺憾賞金海の賞区に到着。オリシも、第58任務部隊によるパラオやその周辺の島々への攻撃が予定されていたので、ハーダーは、両艦と共に脱出艦船への攻撃と、搭乗員救助の任務に当たることとなった。 3月31日には、ウォレアイ艦賞への空襲の光景を見た。翌4月1日、ハーダーは前日のウォレアイ艦渉攻撃で撃墜され、負傷して島の海岸で救助を待つ戦闘機パイロットの存在を知った。島には日本兵がいると見られ、救出は一刻も争う事態であった。ハーダーは空中援護のもとに、ウォレアイ艦賞の奥深くまで艦を進め、 威嚇の艦砲射撃を仕掛けた後、志願兵で構成した救助隊がゴムボートで海岸に向かい、日本の狙撃兵からの銃火をものともせずパイロットを救助して無事艦に戻り、ハーダーは外洋に引き返していった。4月13日午後、ハーダーはグアム南南西沖を浮上航行中、日本の哨戒機に発見された。その頃、 サイパン島からの輸送船団が付近を航行中であり、哨戒機は特設運送船採用丸の護衛をしていた駆逐艦雷に通報。雷はハーダーを制圧すべく船団を離れていった。ハーダーは哨戒機に発見された後直ちに先行しており、やがて雷がやってきた。ハーダーは北緯10度13分、統計143度51分。 北緯10.217度統計143.850度、10.217143.850の地点で雷を800メートルの至近距離まで引きつけて、魚雷を4本発射。そのうちの2本が命中し雷を撃沈した。D-Lay 館長は、この攻撃について、Expend.4 と OP-DOS、&1JUP DESTROYER と記し、この言葉は、アメリカ海軍戦士に残る。 印象的なフレーズとして追加された。4月17日には、北緯09度30分統計142度35分、北緯9.500度統計142.583度、9.500142.583の地点で、レーダーで輸送船特築艦を探知し、魚雷を4本発射した。魚雷は2本が陸軍輸送船松江丸に命中して、 火災発生の末に沈没していった。4月20日朝、ハーダーは檻からのスコールの中、折れ合い干渉に舞い戻り、艦砲射撃を実施した。5月3日、ハーダーは47日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。駆逐艦水月駆逐艦早パ駆,駆逐艦谷風5月26日、ハーダーは5回目の紹介で、レッドフィンと共に、セレブス海方面に向かった。 この紹介は、ハーダーの管理のうちでも最も輝かしいものとなった。6月6日夜、ハーダーは、北緯04度05分統計119度30分、北緯4.083度統計119.500度、4.08319.500の、たびたびとボルネオ島に挟まれ、セレベス海とスール海を結ぶ、死没海峡で、特設運送船橋川丸を護衛する駆逐艦。 若月及び、皆月を、レーダーで探知する。ハーダーは浮上したまま15ノットで航行中の、船団を追跡したが、月明かりによって、ハーダーの存在が相手に知れてしまった。皆月がハーダーを撃沈すべく、艦首を向けてきたため、ハーダーは先行して、皆月に艦首を向け、皆月が1000メートルにまで接近してきた時に、魚雷3本を発射し、うち2本が、皆月の艦首と、 環境直下に命中して、水月は5分以内に沈んでいった。ハーダーは第二撃として、若月に対し魚雷を6本発射したが、命中しなかった。6月7日、早朝、ハーダーは北緯04度43分統計120度03分、北緯4.717度統計120.050度、4.717120.050の、たびたび大きで、 日本の飛行機を発見して先行した。ほどなく、この日の対戦相当に従事していた、駆逐艦ハヤパに出くわす。ハヤパは、ハーダーの潜望鏡を発見し、全速力で突撃していった。ハーダーは600メートルという至近距離までハヤを引きつけ、ハヤパの真正面から魚雷3本を発射。うち2本が、ハヤパの中央部に命中して11時43分に、ハヤを更沈させた。 この後、陳撃は、ハーダーが早波を発見してからわずか10分弱の出来事であり、早パ乗員は、士官は一人を除いて、全員戦死、その他も44名しか生き残らなかった。ハーダーは徹底していない、爆雷攻撃を受けたが、何も起こらなかった。ハーダーは有国浮上し、死没海峡を経由して、ボルネオ島の北東沖に向かった。翌6月8日夜。 ハーダーは、ボルネオ島の一角、北緯05度25分、統計119度02分、北緯5.417度統計119.033度、5.417、119.033の地点で、諜報活動を行っていた、イギリス人6名と連絡を取ることに成功し、フリーマントル出撃時から同乗していた、オーストラリア軍の WJ ジンキンス中佐を上陸させる。 6月9日、夕刻、ハーダーは、北緯05度42分統計120度41分、北緯5.700度統計120.683度、120. 5.700120.683の、たびたび大きで、ジグザグ航行中の2隻の駆逐艦がいることを、確認した。ハーダーは、レーダーが操作できる深度に先行し、戦闘配置を例した。この時、 対戦相当のため駆区間磯風、島風、早地元谷風が出動していた。このうち、最も近くにいた谷風がターゲットとして選定され、ハーダーはじっと観測を続けた。谷風は通常のジグザグ航行を行っていると判断され、潜望強深度に深度を変えた。やがて、ハーダーと谷風は T 字型で交わるような体勢となり、 ハーダーは900メートルの距離から魚雷を4本発射した。最初の魚雷は谷風の前を通過していったが、2番目と3番目の魚雷が谷風の監視と環境真下に命中し、4本目は逸れていった。2本の魚雷が命中した谷風は、22時25分に凄まじい爆発を起こしながら合沈した。ハーダーは2隻目の駆逐艦を攻撃すべく準備したが、 それた四本目の魚雷が命中するかもしれないと判断され攻撃は控えられた。沈み行く谷風から起こる爆発は水中にいたハーダーをも揺るがせ、潜望鏡の視界いっぱいに目も眩むような爆発による閃光が見え、谷風は完全に姿を消した。ハーダーはしばらくしてから浮上し周囲を探索したが夜のためか谷風の残骸物らしきものは見つからなかった。 お約束の爆雷攻撃があった後、ハーダーは、たびたびの南側に移動するが、6月10日未明に、普段の人均スチューサとイギリス人6名を収容する、ことは忘れなかった。6月10日、夕刻、ハーダーは、北緯04度33分統計120度07分、北緯4.550度統計120.117度、4.550120.117の、 たびたび南方で美薬島救援の第三次、今作戦に参加すべくたびたびを出撃してきた戦艦山と武蔵以下の艦隊を発見し追跡した。ハーダーは山と武蔵の左舷側に位置し、戦望橋で観測していた。その時、武蔵の広角砲が数発戦望橋をめがけて発射され、また、駆逐艦沖波が35ノットの高速で突進してきた。 ハーダーは沖波が約1200メートルになるまで引き寄せ、沖波の真正面から魚雷を3本発射し、爆発音を聴取して、撃沈と判定したものの実際はかわされており、逆にハーダーは2時間にわたって爆雷攻撃を受けた。ハーダーも伸身度まで先行したが、小さなダメージを受けた。 ハーダーは深夜に浮上して艦隊発見を司令部に打電した後ライトブリを発見駆逐艦に打撃を与えたと判断された6月21日に魚雷を補給すべく一度ダーウィンに立ち寄りフロレス海方面で紹介を実施した7月3日ハーダーは45日間の行動を終えてダーウィンに祈祷したなおこの5回目の紹介におけるハーダーの活躍ぶりは マリアナ諸島方面の選挙区に関する日本海軍の判断に大きな狂いを生じさせた。すなわち、ハーダーによる駆逐艦の連続撃沈と周辺での頻繁なアメリカ側の更新により、たびたびが複数の潜水艦により包囲されていると信じ切った。連合艦隊司令長官、豊田添江武大将は小沢寺サブロー中将の第一機動艦隊を予定より、早く、 たびたびから立ち去らせる判断を下した。予定を大幅に狂わされた小沢中将は搭乗員の鍛錬も十分にできないままマリアナ諸島方面に進撃し、6月19日のマリアナ沖海戦を迎えることとなった。8月5日、ハーダーは6回目の紹介でハットヘイクとウルフバックを構成し、南シナ海方面に向かった。3隻の艦長の内 D レイ艦長が 最先人だったので、彼がウルフパックの指揮を取った。8月21日未明、ハーダーは、ハットとミンドロ島を沖で会合し、レートンレイギターロからなる別のウルフパックと合流したことを報告。この時、ミンドロ島、パルアンワンには、未中に戦乱が停泊しており、ワンの外でウルフパックが待ち構えている状況だった。ハーダーは、攻撃区域を次のように割り振った。すなわち、 自身は、西方、ハトは、南西方、レートギターロは、北西方に待機させた。未中に戦団は8月21日朝に出港したが、ハーダーのいた方角に向かわなかったものの大きな損害をこむった。解剖間末は翌8月22日4時頃、ハーダーとハトの2隻は、北緯14度25分、統計120度00分。 北緯14.417度統計120.000度、1 4四4 1 7 1 2 0 0 0 0のバターン半島マリベレスの西方50キロ地点、非71戦団から分離して、対戦相当を行っていた、解剖艦ヒブリと松は、佐渡をレーダーで発見した。解剖艦は、ルソン島寄りから松は、ヒブリが並行し、佐渡はその後ろを航行し三角形の陣形を、 なしていた。二隻は機会を伺いつつ追尾したが、ハットからはやや攻撃しにくい体制だったらしく。ハットの艦長であるチェスター W ニミッツジュニア少佐は攻撃すべきかどうか判断しかねていたが、ハーダーの D レ艦長はいけそうだ。目標は小さくないとニミッツ艦長に葉っぱをかけた。ハーダーがヒブリと松尾を目標に魚雷を発射し、ハットも佐藤を目標に魚雷を3本発射。 佐渡は、ハッドからの魚雷一本が中央部に命中して、航行不能に陥り、佐渡の左右前方にいた松輪とヒブリにも火柱が上がる。松輪の船体は、全部が沈んで、後部だけ浮いており、ヒブリも後部だけ浮いて、双方とも、航行不能となった。ハッドの二度目の攻撃は成功せず、三度目の攻撃で、佐渡と半身のヒブリに向けて、魚雷を三本発射し、佐渡に、 再び魚雷を命中させて、ついに、佐藤を撃沈した。ハーダーも二度目の攻撃で松和、松輪を三度目の攻撃でハットが仕留め損なったヒブリを撃沈した。こうして、解防艦軍を全滅させたわけだが、当初は輸送船が混じっていると判断され、ハーダーは駆逐艦と4000トン級輸送船を撃沈したことになっていた。夜に入って、兵役が合流してきた。8月23日、 ハーダーとハットは、ルソン島沿岸を南下してきた、玉24に A 船団を発見した。玉24に A 船団は2隻のタンカー、第2発甲丸と二葉丸、駆逐艦長風及び、夕なぎで構成されていたが、タンカーのうち、第2発甲丸は、8月22日にスペードフィッシュの来撃で座礁し、夕なぎがこれに付き沿ったため、残ったのは、朝風と二葉丸のみであった。 ハットが攻撃を行って、朝風を撃破し、行動不能となった朝風は通りかかった、規範船の栄光で、ダソル湾に座礁し、夜になって沈没した。この攻撃で魚雷を使い果たしたハットが、魚雷補給のためウルフパックを離れることとなった。8月23日夜、ハットは、ハーダーと会合して、ウルフパックから分離し、ミオスウンリ島に向かった。ハーダーは、 平区と共に任務を続行した。第22号解剖官第102号哨戒艇。終戦後、武装解除され、アメリカ軍に接収された時の状態。短戦になった二葉丸は、ダソル1の奥まった部分に被害した。二葉丸の救援のために、第3、南図い艦隊の命で、マニラから2隻の艦艇が差し向けられた。第22号解剖官と、第102号哨戒艇である。 二隻は8月23日18時前にマニラを出港したが、第22号解剖艦は当時修理中であった。第102号紹介艇も当時艦艦の故障に悩まされており、8月23日も応急修理を実施していた。8月24日4時53分、兵区は先行を開始し、その時点では、ハーダーは兵区の南4000メートルにいた。 兵クは二つの単身音を探知し、その方向に潜望鏡を向け二隻の艦艇を発見した。兵クは最初、二隻を軽巡洋艦と駆逐艦と判断したが、すぐ総海艇と駆逐艦プラルアンと訂正した。総海艇が第22号海防艦で、プラルアンが第102号小海艇である。兵クも二隻を攻撃しようとしたが、二隻が ダソル湾に入ったので、一旦攻撃を諦め南に進路を変えた。第22号海防艦と第102号小海艇は、ダソル湾港に到着後対戦警戒を実施していたが、夜が明けてから第102号小海艇が24丸を誘導するために湾内に入っていき、第22号海防艦は湾港において、短艦で警戒を続けた。6時47分、兵下は、 事故の潜望鏡の前方視やおよそ六百ヤードから七百ヤードの位置にハーダーの潜望鏡を捉えた。地点は北緯十五度四十三分統計百十九度四十三分、北緯五点七一七度統計十九点七一七度、十五点七一七百十九点七一七であった。その頃、第二十二号解剖艦はソナーで探査中であったが、水側室から環境、 敵戦探知、右監視20度、感度3と報告があり、同時にその方向にハーダーの戦望鏡を発見した。兵区は探知されたことを察知して、新深,深度への飛退行動に移った。第22号解剖艦は、戦闘爆雷戦、全身強速球下と、加齢師ハーダーの戦望鏡に監視を向けて、速力を上げた。ハーダーは攻守する。 第22号解剖艦目がけ魚雷を3本発射。第22号解剖艦は命中を覚悟したが、魚雷は右に1本、左に2本と進んできたものの、いずれも第22号解剖艦をかすめ去った。第22号解剖艦は7時28分ごろに、潜望鏡が見えていたあたりの直上から爆雷を、投射機から12個、機上から3個投下した。 やがて攻撃地点から多量の噴煙や重油、コルク片が出てきた。この時、兵区は4キロも正方に離れていたが、ハーダーのいるあたりで15発もの爆雷の爆発音を聴取し、一連の攻撃が終わった後、兵区はハーダーから何の応答も得られなかった。これが、ハーダーの最後の瞬間であった。日本側の攻撃地点は、北緯15度50分、東計119度43分。 北緯15.833度統計119.717度、15.833、119.717と記録されており、イクが確認したハーダーの戦闘鏡が最後に目撃された地点とほぼ同一であった。この一連の対戦戦闘の間、第102号小海底は2マルを誘導し、ダソル湾を出てマニラに向けて航行を開始しており、 やがて戦闘を終えた第22号海防艦が合流してニ二マルの右玄側に張り付き、三隻は8月24日、夕方に無事マニラに帰島した。ハーダーは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。また、ハーダーが行った6回の紹介はすべて成功と判断された。官名は海軍の伝統に従い、第二次世界大戦後建造された単具級潜水艦。 ハーダーに引き継がれた。また、主君の第22号解防艦と二マ丸を誘導していた第102号紹介艇は、太平洋戦争を無事に生き残った。二マ丸は、マニラに停泊中の9月21日、第38任務部隊の艦載機による、マニラ空襲で撃沈された。旧、イギリス R 級駆逐艦レディアント、第102号紹介艇同様3本煙突だが、平ら艦艦ではない。 ありがとうございます。